今日はですね、津駅西口の広場、新しい整備イメージ図ができましたので、これを発表させていただきます。で、こちらに対する意見を今日からスタートして、20日間ほど募集をしたいということでございます。まあ、これ今までバージョン1というのがですね、今年の5月に出まして、6月30日までにたくさん意見をいただいた、389件意見をいただいたということは、8月1日に発表させていただきました。その結果ですね、を踏まえて、8月の9日とそれから昨日、エリアマネジメント会議を開きました。で、昨日のエリアマネジメント会議 で、ですね、この今日今ここで発表させていただく配置経過感と整備ベンジャーのバージョン2を出して、さらにご意見をいただいておりますが、もう一度ですね、市民の皆さん広くご意見をいただこうということで、 10月10日までの期間で意見募集をさせていただくことになりました。でまたここで意見をいただいたものを踏まえてですね、もう一回アップデート版を作りたいというふうに思っておりまして、どこまでこれをアップデートしていくかということでございますが、最終的には今年度中に基本計画を作りますので、その段階ではですね、配置計画と整備イメージは大体固まっていて、来年度設計に入れる、実施設計に入れる状態まで仕上げていきたいというふうに思っているところでございます。で、これが8月1日にですね、意見を踏まえて、1回書いてみた配置計画案で、これは8月1日にこの場所で発表させていただいたものでございます。で、これについてですね、まだいろいろとご意見があって、ご意見というのは、エリアマネジメント会議に出ておる警察ご当局からのご意見とか、いくつかありました。次のページお願いします。で、そのご意見はですね、一つはですね、駅前広場内のですね、一般送迎車乗車待機場というのを作ったんですが、ここは道路の扱いになるので道路外にしてくださいということです。ちょっと1枚戻していただけますか。ここなんですね。で、これはですね、実はこう道路がたくさん入ってきてるんですが、この駅前広場っていうのはこう大きく道路なんですね。全体が道路区域なんです。したがって、もし道路区域の中の真ん中の島にですね、こうした車を滞留できるような場所を作るというのは道路交通法上はできないということで、ここを道路区域から外れるような、外してあるような形を物理的に取ってほしい、これが警察ご当局のご意見でありまして、それごもっともかなというふうに思います。からもし次、接続道路駅前広場北でありますが、一方通行規制をどうするかということですね。これは周辺事業者の業務あるいは住民生活影響があるので、規制をかけるかどうかということはですね、よく地域と話をしなければいけないよというようなお話。それから一般送迎車乗車待機場の取り扱いというのはですね、これは道路交通規制法上難しいんではないかというご意見がございました。ここです。このことです。で、これ身体障害者用の駐車スペースと、それから荷降ろし場、そして一般送迎車ずらーっとこの近鉄のホームに沿った形で並べるようにしたかったんですが、これをやるとですね、これ駐車禁止区域であるので一般送迎車の待機スペースはできない。荷降ろし場はですね、これはそういう明示をしてできる、業務上の荷降ろしの場はできるんですが、荷降ろしの車に限って止めることはできるという規制をかけてた上でできるわけでございますが、そういう問題があります。これらについて整理をした結果ですね、まずここについては、囲いを作るということで、道路区域を外すことを明示する、そういう、ブロックとかですね、そういうもので、囲いを作るということで、絵を描いてみます。からここは諦めます。荷降ろし場はだけにしてですね、一般送迎車のこのずっと待機できるスペースというのは諦めます。で、その結果ですね、ここの中の待機スペースはですね、前回のバージョン1の時のレイアウトは8台しかなかったんですが、14台までこれ増やそうと
ということで、にしましたので14台まで増えます。で14台というのはどんな数字かというと、現在の現状のですね、パーキングチケットで置けるスペースが14台ありますので、今パーチケで置いてもらっている14台が、まあ、中でですね、このパーキングチケットいらずに不要になって、この形でですね、確保されるということになりますので、現状より改善されるだろうということでございます。それからこれ前回からもう発表済みですが、路線バスの乗り場を1番2番といたしました。で現在は1つしかありません。でもう1つはこの道路上から発車しているということで、津西広域のスクールバスで、これをこの場所に持ってくることによって2つの場所で行くということ、それから路線バスはここ終点、津駅西口終点になりますので、次の発車まで待機をしなければいけない場所があります。そこを、まあ、こことここに2台分確保してあります。でタクシーについては、ここで乗り場で3台で加えてですね、この駐車スペースの中に2台を確保して5台分を確保するということになります。でこれで大体ですね、公共交通系、それからここの送迎、降車場、降車専用の場所を2台分作るということで、これはタクシーでも一般の車でもですね、送迎の車はここへ来て降ろすだけなら可能ということで、これはもうすぐに出て行っていただくような場所でございますが、こういうことをしましたので、バスとタクシーとそれから、一般送迎車についてはですね、大体その出たご意見に対応できたかなというふうに思っております。でそれを絵にしたものが次のページからです。バスはこことここから出ます。でタクシーはここ3台ですね。でこの辺りは送迎用です。そう送り用ですね、迎えじゃなくて送り車専用ですね、あるいは乗る場所は、すっとこう乗れませんので、だいたいここで待っとっていただいて、でこう駅から降りてきたらこう来て、ここで乗っていただくということで、ここはもうすぐに動いていただく場所として2台分作りますということであります。で、これが、まあ、バス降り場でバスの待機場ということになります。でこれが南から見た図ですね、がこういうものになります。それですでにですね、エリアマネジメント会議昨日開きましたので、すで、に、まあ、いくつかもうご意見出てまして、まずバスが2台発車できるようになったということについては、バス事業者からはですね、非常にいい形になりましたねということになります。でただタクシー事業者からはですね、ここ3台はいいんですが、ここ2台分をですね、タクシー専用で待てるようにするんですが、そうするとこう加工人間になるとですね、ここ入ってきて2台ここで待ってて、出てくときにぐるーっと回ってこの乗り場つけなきゃいけないので、ここから直接出られるようにならないかという、こうで直接出られたらここへつけられますよね、3台目にということのご意見がすでに出ております。それから専用バス、例えば、学校でありますとか、あるいは企業さん、会社などのですね、専用バスもここで乗れるようにできないんでしょうかねというようなご意見も出てます。それからもうちょっとここをですね、一方通行にするか両側にするかはまだ決めておりませんが、まあ、一方通行に対する反対意見も出た中で、むしろ、まあ、一方通行の可能性も含めてですね、引き続き検討ということになっておりますので、この点についてはいいですねというご意見、ただもうちょっとこの歩道はさらに広がらないもんですかねというようなご意見などがですね、昨日は出たようでございます。まあ、かなりエリアマネジメント会議としてもですね、第一案よりもだいぶ改善をされているということで、好意的に受け止められておりますが、また市民の皆さんのご意見がさらに出てくればですね、もうちょっとそういうことも踏まえて今後検討をさせていただきたいと、こう思っております。ということで、9月20日から10月10日までご意見を募集します。また駅前に掲示をしまして、で二次元コードでそのままスマホからパンパン意見を出していただくと、まあ、ホームページからも意見が出るというふうに思っているところでございます。ということで、建設政策課が担当します。2番目はワクチンですね。コロナワクチン10月1日から定期接種として始まります。
でこれ、5年度はですね、特例臨時接種ということで自己負担なしの接種ができたわけでございますが、6年度はですね、これは定期接種となりました。定期接種というのは何かというと、高齢者インフルエンザワクチンなどと同様にですね、努力義務はなくなりましたので、ご自分の判断で重症化を防止するためにですね、接種をすることへの、行政的な、支援をしていこうということであります。で、10月1日から来年の1月までを接種期間といたしました。対象者はですね、65歳以上の方です。60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器機能または人免疫機能に障害があって日常生活が極度に制限される方、これはかかりつけ医でそのように認定し判断をされますが、そういう条件です。これは実は高齢者インフルエンザの時と同じ条件で国が決めた条件であります。で、10月から1月いっぱいまでで2100円の意味ですが、生活保護の方は無料です。ワクチンの費用は、ワクチンの代金とそれから主治療、つまり注射をする医療機関、がお取りいただくものも含めて15,300円です。15,300円で、そのうち国から8,300円の国が負担します。で、したがって自治体に入ってくる段階では7000円です。7000円、7000円のうち3割をご自身でご負担いただこうということでございます。この3割の考え方でありますが、保険ではありませんので、保険の3割とは話は別なんですが、これまでの高齢者インフルエンザワクチンなどのですね、個人負担の実績なども勘案して、3割というふうに設定をいたしました。だいたいこれぐらいのお値段で、3000円のところも県内あれば、2100円じゃなくて2000円のところも1箇所だけあるようですが、だいたい2100円のところが多いというふうに聞いております。で、今回接種券は出しません。義務接種努力義務ではないので接種券は出しませんので、接種希望される方がそれぞれですね、かかりつけ医などに申し込んでいただくということになります。で、私どものところでは146箇所のクリニック病院で接種ができます。今日ホームページで公開をリストをしております。で、三重県内のですね、接種協力医療機関も、つまり市外ですね、でも接種することができます。これは現在手続きを取っておりますので、10月1日までにですね、例えば松阪市のどこどこさんでできますというような発表はさせていただく予定でございます。現在調整中であります。それから持っていくものですが、本人確認書類と、それから持ちる方は健康手帳を持ってっていただければということでございます。健康手帳というのは接種記録などを書くのに便利な手帳でございますので、各保健センターで無料でお渡ししておりますが、もしお持ちの方はそれを持ってっていただくとスムーズかというふうに思います。定期接種以外の方はですね、全額自己負担になります。料金は医療機関にお尋ねくださいですが、基本的な料金はさっき申し上げた15,300円が基準となっているということだけ申し上げておきたいというふうに思います。以上が発表事項ですね。ありがとうございました。